赤い星ソビエト連邦の国旗に存在した赤い星赤い星は一般的な赤色の古典性の図案である。いろいろな政治的、または宗教的な意味を込めて国旗、旗、勲章、モニュメント、ロゴなどに使用されている。20世紀以降、赤い星は特に霊ン主義に基づく共産主義のシンボルとして広く使われており、黄金の星とも呼ばれる黄色の星も 共産主義のシンボルとして使用される場合は赤い星と呼ばれる。なお赤い星は他の意味でも使われている場合があり、類似の図案としてアメリカ合衆国の国旗などの銀の星とも呼ばれる白い星などがある。赤い星は共産主義や社会主義などのシンボルとしても用いられている。共産主義のシンボルとして使われる場合以下の意味を表しているとされる。五つの頂点は 人の頭や足や腕を、果敢の五つ、弁を、労働者の手の五本の指を、また世界の五大陸を表す。その他の解釈としては、五つの頂点がそれぞれ共産主義を指導する五つの社会集団を表す。一般的に赤い星は共産党の支配と指導の下での社会の新秩序の正しさを表す象徴とされていた。 赤い星が使われた始まりは第一次世界大戦の終わり頃からロシア内戦の時期に遡る。1917年ドイツ帝国及びオーストリア・ハンガリー二重帝国との戦闘で撤退を迫られたロシア軍はモスクワまで退却しモスクワ守備隊と混ざり合う状態になった。モスクワに殺到するロシア軍部隊と地元の守備隊とを区別するため守備隊の将校たちは兵士たちに ブリーキの星を与えて帽子につけさせた。このモスクワ守備隊が後に赤軍とボリシェヴビキ政府に合流した際、兵士たちはブリーキの星を共産主義を象徴する赤色で塗り、これが赤い星の起源とされる。その他の説として赤い星は赤軍にいたユダヤ人兵士が取り入れたというものもある。この説ではユダヤ人兵士らはロシア革命がロシアに 約束の地を作るものだと信じて、彼らのシンボルである星を赤く塗ったとされるが、この説の真偽は疑わしい。この推測のもとには、反ユダヤ主義と反共主義との両方によくある、ユダヤ人のダビデの星と共産主義者の赤い星は同じものなのではないかという誤解と混同がある。また別の説には、レオントロツキーとニコライ・クリレンコとの出会いが赤い星の、 誕生のきっかけだと主張するものもある。ボリシェビィキのメンバーで1917年に赤軍総司令官となったクリレンコはエスペランティストでもあったが、彼はエスペラントの象徴である緑の星のバッジを身につけていた。トロツキーはその星の意味を尋ね、クリレンコから星のおののの頂点が5大陸のそれぞれを指すという説明を受けた。これを聞き、トロツキーは 赤軍兵士には赤い星をつけさせようと考えたという説である。この説も彼らの間にこのような出会いがあったかどうか定かではないため心理は不明である。赤い星は共産主義国家の国旗や国章に使われていた。例えばソビエト連邦の国章やユーゴスラビアの国旗には赤い星があしらわれていた。また、 スペインのカタルーニャ語圏のエステラーダバタなど、分離主義や社会主義のシンボルにも使われている。赤字に黄色い星も、中華人民共和国の国旗や、ベトナム社会主義共和国などで、同様の意味合いで用いられている。なお、中華人民共和国の国旗は、五星後旗、ベトナム社会主義共和国の国旗は、金星後旗という、極東共和国では、 人民革命軍の軍服に赤い星と同じ意味を込めて黄色い星を使っていた。また、鎌と土のマークが赤い星の中や下に表されることもある。なお、キューバの国旗では赤字に白い星だが、これはキューバ革命以前から使用されている。1989年の東欧民主化革命によって共産党国家が崩壊すると深刻成立した国家では赤い星が 国旗や国章から消去された。また、赤い星を使用していたソビエト連邦やユーゴスラビア、社会主義連邦共和国は解体され、分離独立したマケドニア共和国の国旗や国章では赤い星を使用し続けていたが、1991年から2009年にかけて消去された。さらに、いくつかの国では赤い星の使用が禁止されるようになった。ハンガリーでは、 1993年の改正刑法により赤い星を公的に使用したり見せたりすることは違法行為となる。しかし、ソビエト連邦軍の継承軍であるロシア連邦軍は脱共産化とは裏腹に今でも赤い星をシンボルとして使用している。また、ソビエト連邦構成国家だった現国家には国籍識別表、軍の装備等に赤い星が残っている。 ロシア連邦軍の新聞は赤い星という名前のままである。東ヨーロッパには共産党時代に創立されたプロスポーツクラブに赤い星を称するチームもある。ベオグラードの FK ツルベナ・ズベズダや KK ツルベナ・ズベズダ、ライプツイヒのローテ、スターンなどはその例である。赤い星はアメリカ合衆国など冷戦の西側諸国の社会主義者の間でも使われていた。 また1990年代に活躍したミクスチャーロックバンドレイジ・アゲンスト・ザ・マシーンも彼らの求心的思想を表現するために赤い星を使用した。赤以外の赤い星実際には赤色以外だが共産主義のシンボルとして使用され赤い星とも呼ばれるものには以下がある。その他に社会主義や共産主義を意味するものには以下がある。 共産主義の意味以外での赤い星は、イカ画像のほか、北海道開拓史の希少、札幌ラガービール、ビールのハイネケン、百貨店の名シーズ、ウェブブラウザのモジュラなどのシンボルに使われている。ありがとうございます。